いつも通り可愛く挨拶お願いします。いや、ザンゲちゃんですそのためてのいやってあれ何なの？な、恥ずかしいからいやまで行くの恥ずかしい。なるほど、いろいろあるんですね。はい、うん、おぱしさんです。はい、おぱしさんです。今回はザンゲちゃんとデュオジャパンサーバーでやっていきますジャパンサーバーまで輸出あります？いやだって中国サーバーだと敵強いから嫌だって言うから言わないで、秘密にして秘密にして、それは私が荒野行動苦手だっていうのを秘密にしといて。そうやってすぐ雑魚狩りしたがるんだから。おいザンゲ、俺はお前に言いたいことがある。なに、怖い。愛してる。怖い。愛してる違う、それは嘘なんだ困るな、お前ツッコミもできやがった私愛してるなんていつぶりに言われただろお前、投稿頻度どうなってんだよ。なあ、言わないで、言わないで。お前動画全然上げてねえじゃねえかよ。それを察して今日撮影誘ってくださったんですよね。そうですよ、俺ヒイラギメイにも言ったんだよ。やばいっす、懺悔の投稿頻度がやばいことになってるんで今度動画撮りましょうってヒイラギメイに送ったの。うん、未読無視。おいおいそれはさ、それは昨日ヒイラギ先生に聞きました、うん、なんであいつ未読無視したの？嫌だから。なんかあ、荒野が。そう、最低だなあいつ。荒野行動したくねえから未読無視ってやった。言ってましたね、私は。うっ、あ、危ねえ、OK。 おー、ナイス。あいつ基本的にパチンコの誘い以外断るから毒図じゃないですか毒図だよ、毒図まあ、いろいろ重なっちゃったんですけど、はい、しばらく休んでたから、あの夏休み明け学校行きたくない症候群みたいなあるじゃないですか。ただのサボりじゃんそれまあ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 、まあ、平たく言えばそう。あ、平たく言っちゃうとそうなるやつね、うん、平たく言えばそうなんですけど、そういうのとか、はい、PC がですね今修理に出してまして、ほう、で旧 PC を使ってね撮影してるんですけど、旧 PC の使い勝手がまあ悪くてですね、はいはいはい、すごいやる気が出ないんですよ。その2点ですかね。いや、いいけどええのいいけどええのか。本当にもう私オワコンになっちゃう。怖いよね、やっぱ休むっていう行為って結構怖くない？だからおぱしさんが毎日投稿から1日おき投稿くらいになった時あったじゃないですか、うん、はいはいはい、めっちゃ思い切ったなって思いました。あ、強気でしょ。不安じゃなかったですか？いや、もう残高が不安じゃない額あるんで、うん、そっか、残高で殴られたら終わりだな残高で差をつけろっていう瞬足履いてるんで俺はそっか、そしたらもう何も言えねえな。6年毎日投稿して残高で差をつけたんで、うん、大丈夫、こんだけやるならまあなんとかなるっていう、うん、でも結局なんか精神的支えってそういう金銭面だと思うんですよ。いや絶対そうだと思うよ。私も貯金していきたいんですけど、なんか昨年からなんか貯金が一切伸びなくて。え、なんで？何使ってんの？なんか知らないけど月にくらい消えてるんですよね。え、やばくない？なんか知らずに月に消えるってやばいよそれ。何、クレジットカード他人に使われてるとかっていう領域だよそれえ、まあまあ長くいってるじゃん。結構ね、大丈夫なんそれみたいな額いってますよね。え、だって、え、それ完全にだってさ、使ってる額が収入上回っちゃってるでしょ。いや、それがね、なんかトントンくらいですね。え、そんな稼いでんの懺悔？やっぱ P 入れなくていいぞ編集マン。おい、P 入れなくていいぞこいつ、めちゃくちゃ稼いでんぞピーだね、おー、なんだ一月で使い切ってるんですよ、まず入った分を大体。え、江戸っ子じゃん行きですかね、これ行きだね使ったらそれぐらい稼げばいいよおーおーおー、ナイス。でもね、でも、マイナスにはなんねんです、基本。はい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 。去年まで頑張ってきた貯金額は割らないようにしてるんです、基本。パシさん、むしろだって月々何割くらい使います？1割とかじゃない？嘘、そりゃたまるわ。1割か2割じゃないかな。たまる額エグくないですかだからコーナーで差をつけたんじゃんだから登録者50万人しかいないくせに表参道にジム開きますとかほざいてんじゃん貯金術教えてほしいです。え、な、半額で弁当買えて今日ラッキー、美味しいって思って半額の弁当食ってんだよ未だに。夜の8時に寿司買いにスーパー行くんだよ半額シール狙いに。半額シール貼られるのまた待つんだよ。待たねえけどさすがに。いや、うん、俺マジで真人とかみんなからかわいそうですねって言われるレベルでケチなのよ。あ、そうなの。俺だからみんなで買い物行こうぜっつってわざわざこの日買い物の日ねって決めて、うん、みんなで買い物行っても俺だけ何も買わずに帰るとかっていうのがザラにあんのよ。そうなんだ。だからせっかくわざわざ家出て買い物しに来たのになみたいな。え、それは欲しいものがないんですか？ない。
基本的に一目惚れしない限りは服買わないから。じゃハードルが高いんですよ、その買うに至るまでの。そうそう、ほ本当に必要なのかなっていうフィルターが厚すぎて俺って。あーなるほどね。私そういうの結構スンって買っちゃいますもん、ポイポイポイって。いやだからそういう人たちはやっぱそのハイエンド家電とか買ってる人たち、一番いい家電ばっかとか、そういう人たちはさ、はいはい、ほら毎年新作出るから無限に使っちゃうじゃん。うん、でも俺って3年前に最高級だったんだったら未だに最高級に決まってんだろって思って使う人だから。なるほどね。そう、貯金しよう。うーん、まあうちらもね、いい年ですもんね。いや、ザンゲちゃんまだ若いよ。ちょっとそれを待ってた、そう言ってほしかった。まだ若いからもう使っていいよ、じゃんじゃん使おう。ずっと独り身で3年ぐらいから美魔女って言われるようになるんでしょ。美魔女よほどよ、もう私そしたらよほどよ、そんなの。まあすごいよね、40代であのルックス維持してるもんね、ザンゲちゃん。ちょっとね、40代しようすな。40代で涙袋ゴリゴリだもんね。しようすなって40代じゃないですかね、ここに狂人がいますよ。なんかどうやって撮ってたっけ私ソロでみたいな。あー、わかる、そうなるよ ねたまに一人で普段撮らない動画の実況してみると、あ、自分ってちゃんと実況者ごっこまだできんじゃんってなって感動するよ。あー、実況者ごっこ。そう、一人でちゃんとリアクション撮って状況を解説しつつ、新規の人にも分かりやすいようにちゃんと喋って、フリートークでごまかさないっていうね。俺はたまにパクリゲーやると、やっぱパクリゲーってさ、完全に自分も初見だから、はい、実況者っぽい実況しないとダメじゃん。あー、そっか。あ、俺ちゃんとまだ実況者だって思えるもん。いや、うちは実況者のはずなんですよね。いつの間にかなんか雑談トーカーになってる。雑談トーカーになってるから。偉いな、おっぱっちは。ありがとう。でも実写ね、なんか毎回ね、撮ろう撮ろうってなってね、なんか最近すごい自己肯定感が低くてですね。ほう。なんか何を撮っても何やっても、あ、どうせ私ってこんなんだしみたいな、あとどうせ私ってブスだから、なんか実写撮っても誰も喜ばないとか、なんかそういう考えになっちゃうんです。大丈夫だよ、ずっとロールキャベツ作ってろよ。あれ50万人ぐらい見てただろう。ロールキャベツシャープ1シャープ2になりますか。おばあさんって結構なんか自己肯定感高いじゃないですか。はい。だからそれがなんかすごい素敵なことだなって最近めっちゃ思ってて。うん、気づいた。どうやって自己肯定感を上げるんですか。気づきましたよ。あ、え、だってもう登録者が数十万人ついてる時点で、ある程度必要とされてて、ある程度面白いっていうのがもう世の中に認められたと言っても過言ではないわけじゃん。逆に自分が優れてない人間だっていう要素を見つけてくる方が難しいもん。今俺すごい、すごいこと言ったね、今俺ね。なんか私もその精神になりたいですもんね、見習いたい。俺今、自分で生まれた初めてこんなすげえこと言ったね、今。ナルシストの極みみたいなこと言ったね。いや、本当に本当に。なんか恥ずかしいとかそういうのじゃなくて、パッと言えるのもいいなって思うし。昔は俺登録者少ない頃からそういうこと言ってたから、誰もメール動画だけ必要としてねえよみたいなこと言ってたけど、50万人もいると、うん、まあ。まあな、みたいな。そうやな、で、そうやな、俺はお前のことでも嫌いだけどな、みたいな角度でしか叩けなくなるから。そうっすよね。なんだこれ。うん、昔からですか。いやー、なことはないんじゃねえかな。元からでも多分ナルシストではあるけど、 YouTube 始めて YouTube である程度成功しちゃってからはさらに悪化した感はあるよね。悪化、それを悪化って言うのかって話ですよね。悪化した。みんなにすげえ言われるんだけど、おかっさんってめっちゃ浮気しそうって超言われるのよ。あー、しそう。そう、めっちゃ浮気しそうみたいな。これ絶対しないのよ。そのしない理由っていうのが、え、もしかして浮気したって女の子に疑われた時に嘘ついてる自分を愛せないから。かっこいい、何それ。そう、だから女の子相手に、いや俺浮気したけどしてないよって嘘ついてる自分ってすげえ情けなくてダサいじゃん。はー、なるほど。ずっと女の子に嘘つかなきゃいけなくなって自分の肩身狭くなるじゃん。うんうんうん、だからかっこいいオパスさんで入れなくなるの嫌だから、俺絶対自分を裏切らないのよ。何それ、なんかそれかっこよくないですか。ずるいっしょ、その浮気しない信念。そう、だから相手のためにしないんじゃなくて、俺のためにしないの。結局俺は俺を一番愛してるんだ。そう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 。何それ、そんなんで。あ、びっくりした。え、じゃあもしオパシさんが、はい、オパシさんと出会ったとしたら結婚できますか、うん、オパシさんと。あ、あ、まあ、俺が女だったってこと。うん。あ、俺全然するだろうし、もっと気持ち悪いことすると、オパシさん生まれ変わったら何になりたいですかって聞かれて、俺オパシって答えたもん。あ、うん、やばくない。最強の男だこいつは。だから好きなんだよな。たまんねえぜ、俺も愛してるぞ。優勝だ。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくと筆触らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない。筆触らわない裏技。さあ行くぞ。来
跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。